SIR のペーパーアイドル。てんてけてけてけてんよてんてけてけてけてんインターネット時代にあえて紙媒体から誕生しましたアイドルがお送りします、はい、トークありライブあり盛りだくさんの30分番組です。イエーイ。さあ今回 MC を務めますのは私たちサンスポアイドルリポーター SIR の西野彩と曽根紗衣奈と、はい、ラックアイドル編集部ナンバー8竹島ゆかです。イエーイ、お願いします。明けましておめでとうございます。はい、ちょうどですね収録今の収録日がですね、うん、まあ1月の6日と7日ということで、うん、まあ私たち SIR そしてラックさんもですねペーパーアイドルこの公開収録一発目なんですよ新年ね。ちょっとね見ていただいてる皆さんはねいや遅いやろっていう方いらっしゃると思うんですけれども、はい、そんな感じで、ね、新年一発目でやらせていただいてるのでどうぞ今年もよろしくお願いいたします。さあそんな私たちはですねそれぞれフリーペーパーで活躍をしておりますペーパーアイドルです。この番組は浜町の文化放送1階のサテライトスタジオから毎週公開収録でお送りをしております。先週に引き続きまして今回もですねペーパーアイドル SIR そしてラックユーの合同会です。さあということでそのですね各チームから私たちがですね代表しまして MC を務めさせていただきます。そしてまあ先ほども言いましたけれども収録日1月7日ということでねまあ昨日私たち SIR 全国ツアーがねはい終了となりました。ありがとうございました。おかげさまで声に年季入りました。すごいことになってるわよ。ありがとうございます。はい、ですね後半で SIR 全員でまあ全員じゃないですけども今日来れるメンバーでですねツアーファイナルの全部東京公演を中心に全国ツアーの方をね振り返っていきたいと思いますよ。お楽しみに。打ち上げってことは酒飲めるってことですか。飲むか。なんで酒と飲まないの。そう酒とねご飯のことうるさいのよ。打ち上げというと声でなくなっちゃう。そうよ、ダメよ本当に。さあということでそれでは今夜もペーパーアイドル発表します。この番組はサンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りします。業界初クーポン付きアイドル専門誌ラックユーアイドルパス最新号の表紙は虹のコンキスタドール。東西合併して全国版になって登場。掲載アイドル使えるクーポンは合わせて全100組以上。アイドル書き初めアワードも開催。次号の関東グラビアを決めるのはあなた。この雑誌を作っているのはラックユーアイドル編集部。詳しくはラックユーで検索。この方たちに登場していただきましょう。ラクユーアイドル編集部の皆さんです。どうぞー。どうぞー。いらっしゃい。こんなにタオルをストールみたいにして出てくる。確かに何でしょうね。新しすぎる。新しすぎる。ということでですねまずはまたお一人ずつ自己紹介の方ねお願いしたいと思います。どうぞ。もう一歩ごめんなさい。前出てからあれってますはい、きらめくハートはダイヤモンド、踊りは任せて軟体少女ゆずちゃことかわいゆずかです。ゆずちゃー。はい、突撃爆笑破天荒笑顔の花火がドッカン、まいにゃんこと天田まゆみです。まいにゃん。ミラクルくるくるくるりんぱ、予測不能な和風女子、ゆりぴんこと西島ゆりです。ゆりぴーん。ゆりぴーん。はい、はい、あの見てて思ったんですけど、何でしょう、見事に3人ともカメラを無視するという。そうどこ見てるんだろうな。いや2020年高みを目指していこうというね行動が見えてましたね。向上心の塊ということですね、はい、素晴らしいですよね。それはそれで、はい、さてということでですね収録的には今回2020年最初になるということで、まあ、今年ねどんな1年にしたいかということをですね、うん、ラックの皆さんに抱負聞いていただきたいと思います。
のなんか抱負みたいなのってもう決まったりします？そうだよ。どうですか？そうここぞと行きなよ。ここぞとばかりさ。今だよ。今だよ。もう売り込むならさ。今です。そしてだよ。今です。じゃあ誰か言いたい人手挙げて。ピンケピン。じゃあはい。嘘でしょ。いや青い青い青い。いや私は。やっぱですね。2020年なのでね。ちょっと。北海道とか沖縄にもっと進出したいです、うん、なるほど、いいな、なるほど、ね、特にやっぱ沖縄ってなんかエサヤルさんも例えば全国ツアーで沖縄ってあんまりなんかないね、行ったことない、なのでちょっとラックは沖縄に行きたい、おー海に入りたい、コース混同してない、大丈夫いやでもねやっぱりね全国のアイドルとしてね、北海道にはまあ確かにエサヤルもね結構進出してますけれども、うん、沖縄まだね、しかも沖縄のアイドルって本当美少女揃いなんですよ。そこにも、ね、会いに行きたくないですか？会いに行きたい、行きたい、行きます、それはすごいなんかいいこと来ましたけれども、うん、SR もねそれでちょっとねじゃあラックアイドル YouTube 行くんですか？一緒に行きますよ、沖縄にラックアイドルフェスやってくれたら行きます、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 みんなでサーターアンダギーいっぱい投げようぜ楽しそう全員で海の声とか歌ってしょ、そうなんですやれやろ、じゃあエイサー踊れるから、エイサー踊れるから、エイサー踊ってほら、エイサー、ラシミンギガカさん、はい、タタンタタン、じゃあ、うちも連れてていいんだよ、よかった大丈夫、連れてピンはね、ほらここ本気やりやがっててさ、でもやっぱね、そんぐらいね、全世界じゃなくてなんだ、全国全国それぞれで、そうなんかまあアイドルパスもお届けしつつ、うん、アイドルフェスもやりつつ、うん、ちょっと巡りたいなって思いました、そうだね、うん、いいよね、なんか本当にいろんな地方でね、ちなみにさ、そうそうそう、研修生2人はさ、なんかない、あ、そうよ、何何、うん、まずとにかく正規メンバーになりたいですコミッション嫌です、飽きましたえ、でも結構似合ってるよ、うん、でもなんかちょっと複雑は似合ってるは嬉しいですけど、うん、赤がすごい似合ってる、それは嬉しいです、いい、いい、面から赤にしたいですね。これどうやったら正規メンバーになれるとかあるんですか、ラック言うと。それはもうプロデューサーじゃないですかね。まあやっぱりなんか私に私を目指すぐらいな媚びをじゃあ。媚びを。皆さん今日も可愛いなアイドルの見本がいるので。あの言うならちゃんと言って。噛んじゃってさ。もうなんですけど。噛んじゃっても可愛いです。ありがとう。おいいぞ。2ポイント。2ポイントありました。素晴らしい。負けてるぞ。2020年の目標はズバリ感謝と感謝と幸せをピーンと届けていく、そんな1年間にしていきたいです。あのやっぱ違うね、ちょっと集合、ちょっと集合、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 今は福島由香先輩を褒め称える時間だったのに、うん、なのに急にあなたは全国にピーンじゃないんだ何やってるんだよ、そんなことを言ってる間にもあっという間に時間ですよ、ということでね、最後にお知らせなんかありますか、どうぞ。はい、1月20日に、はい、あ、月曜日です、ラクユアイドルフェス in 新宿レニーが開催されます、豪華なゲストさんをお呼びしますのでぜひ来てください、お願いします。そして、はい、そしてそしてラクユアイドルパスボリューム14全国版になって販売中でございます、表紙、は虹のコンキストドールさんです、ピーン、いいぞ、いいよ、ピーン、よなんとかなるって思っちゃったね、はい、思ってます、ダメじゃない、はい、了解です、大事大事、なんとかなるものを一個持ってるのが大事、そう、よ、頑張ろう、ピン、はい、頑張ります、ピンって呼ばれてる、さあ、アイドルバスですが書き初めワードもやっていますのでぜひぜひお買い求めください、よろしくお願いします、お願いします、さあ、ということで早いんですけれども、ここでラクエアイドル編集部の皆さんには踊りいただきます、以上、ラクエアイドル編集部の皆さんでした、ありがとうございました、ということでね、続きましてここからは SIR 9期候補生の登場です、はい、ということで早速ですがお呼びしていきたいと思います、 SIR 9期候補生のみんなです、どうぞ、はい、はい、らっしゃいませ、はい、らっしゃいませ、あ、もう今週はゲストさんが多いのでね、こちらはねもう本当ね詰め詰めでいきますけども、じゃあ一人ずつまずは自己紹介していきましょう、はい、
はい、はい、アクティブパワフルワンダグル、あなたのハートにハイキック、ユミユミことユミユミカです。はい、あっち向いてキョン、こっち向いてキョン、ハッピーミストを振りまきます。わー、キョンちゃんこと安井キョンカです。お願いします。キョンちゃん、また髪色変わってる。はい、ハートにヒートの激甘がある。疲れた時には7日なのか、ダンなのかと日高なのかです。ダンよー。はい、のんびりだけど負けず嫌い、最年少のフレッシュガール、早ゆこと林あゆかです。早ゆ、はい、うちのこと好きになってくれはりますか。ええー、よー、ありがとうございます。ファンなり動画の G カップゆきにゃことグルスゆきです。ゆきにゃー、やっぱりみんなカメラ見てないよね。ね、そうだね。ここだからね、カメラ分かってる。ここだよ、ここ、ここですよ、ここ。君の手は全然いいんだ。今ケーキ構成の時間なんだ。はい、ということでケーキ構成はですね、昨日行われました SIR 加計2019ツアーファイナル ZEP 東京のオープニングアクトとして盛り上げてくれたわけなんですけども、はい、ね、初めてあの大きなステージ立ったと思いますが、いかがでしたか。さあ感想をあげるタイムだ。はい、はい、はい、早かった。どうぞ。あ、いいんですか。いいよ、いいよ。それでみんなすごい緊張してたんですよ、うんうん、5人とも、うん、でドキドキしてたら、うん、あやさんとリンレイさんが影慣れを最初にやってらしたじゃないですか。でその時にリンレイさんが口からオットセイが出ちゃうっていうなんかことをなんか言ってたんですよ。それで、まあ、緊張がほぐれたよっていう話です。なるほど。口からオットセイ出してほしいですね。そう、出してみ、出してみ。でも出ない、出ない。でも出ない。そうか、まあちょっとね、話いっぱい聞いていきたいんだけど、ちょっとね、うん、それよりも先にですね、うん、9期候補生には、うん、なんと年末に重大な発表があったということで、あった、ね、こちらの重大発表の方がですね、なんと6つの追加ミッションを全てクリアしたら、なんと前代未聞全員合格というですね、ミッションが発表になったわけなんですけども、こちらの追加ミッションの方をじゃあちょっとせっかくだからね、候補生に読んでもらおう。じゃあ旦那の行こう。はい、じゃあ、はい、どうぞ。私読んでいいんですか。いいよ、ありがとうございます。頑張れ。追加ミッションは1、ライブ動員、うん、これ内容まで全部言っちゃって、ね、いいよ、いいよ、カメラに向かってよ、はいよ、うん、追加ミッション1つ目、ライブ動員。ライブ動員3回の定期公演で250人を達成すること。2つ目が人気投票、1人200票もしくは全員で1200票投票していただくこと。そして3つ目、ショールームのゴール、全員が888,888ポイントをクリアすること、うん、そしてマシェバラ、4つ目がマシェバラ、全員の合計ポイントが150万ポイントになること、うん、そして5つ目がパチンコパチスロ、誰か一人が深夜収録でゴッドを引くこと。大事だね、そう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 。そして6個目、最後6個目がライブパフォーマンスということで、新曲の初恋フィーバーを全員で披露することです。おーい、すごいね、このミッション。ということでね、6つのミッションかなりですね、過酷なものも入りつつ、運だけのものもあったりとかね、 SIR に必要なものが全て6つに収まっているわけなんですけども、ちょっとじゃあこの6つのミッション発表されてですね、もう皆さん6期じゃねえよ間違えた9期構成のみんなはね、今もういろいろあって5人になりましたけども、うん、もう意気込みとかがあれば最後に言っていただければと思います、うん、この1ヶ月間をどうやってあなたたちは乗り切っていくのか、さあ言う人。はい、はい、いいよ、じゃあきょんちゃん行こう。私たちですね、もうあと1ヶ月弱なんですけれども、自分たちで頑張ること、あと SIS の方に、ファンの方に力を貸していただくこと、それぞれあるんですけれども、自分たちでやることは最大限にお届けしてたら、頑張ってる姿は見てもらえると信じているので、うん、自分たちがやることは精一杯やって、とにかく正規生になりたいという気持ちは皆さん一つなので、皆さん、うん、私たち一つなので、みんなで力を合わせて競い合うところはしっかり競い合って、誰にも負けたくないという気持ちはみんな一つなので、うんうん、頑張ってみんなに、うん、頑張ってるよって思ってもらえたら嬉しいなと思います。頑張ります。はい、はい、ということで気持ちも伝えられたところで、高校生のこの5人にはですね、1ヶ月間も残りも少ないので頑張っていただきたいと思います、うん、そして早いものでここで高校生とはお別れのお時間になってしまいました。素晴らしいよ。はい、ということで、じゃあ最後に早ゆから、はい、高校生の定期公演がまだまだあるということで、はい、お知らせをしてもらいたいと思います。はい、はい、お知らせです。1月22日秋葉原 ZEST さんで候補生の定期公演ボリューム6が開催されます、うん、こちらのね、動員ミッションもとっても大切な一つのミッションなんで、皆さん絶対必ず来てください。待ってます。
はい、はい、ということで九期候補生のみんなまだまだ頑張ってください。以上、はい、SIR 九期候補生の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。この方たちに登場していただきましょう。サンスポアイドルリポーター SIR の皆さんです。どうぞ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 。今日いっぱいいるから。はい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 。はい、おー、はい、お、入った？いけましたか？いた、はい、オッケー、綺麗に飲みました。はい、それでは、挨拶をお願いします。はい、改めまして私たちサンスポアイドルリポーター略して SIR です。どうぞよろしくお願いします。まずは皆さん全国ツアーお疲れ様でした。ありがとうございます。いやね、11月からスタートして11月、まあ、大阪を皮切り大阪、札幌、福岡、名古屋、新潟で、まあ、放送日的には、まあ、昨日、うん、放送日、嘘つや、収録日で、収録日ですね。では昨日の、ZEP 東京がツアーファイナルということだったんですけども、はいはい、まあ、ちょっとじゃ率直な感想を、林類さん。あ、私ですか、はい、いや、もう最高の最高ですよ、本当に。撮ってましたもんね。そう、まあ、いろんなね、演出、いつもと違う演出もあったりとか、うんうん、まあ、なんといっても SIR の曲、全曲やったんで、それなかなかないかなって思って、ね、なんか昔からのファンの人も楽しめるし、まあ、今まで、まあ、最近になったファンの人たちもこういう曲あるんだなって多分思ったと思います。でもさ、正直うちらめっちゃきつかったよね。めっちゃ24曲ぐらいあるんですよ。プラス舞台のステージがいつもより2倍ぐらい広いかつ、階段があって階段登って降りてみたいな、でそこのステージで踊ってまたみたいなね。もうトレーニングだったね。そうだった。そうで、リハがその本番をやるのを2回ぐらいリハやったから、なおさら体力削られた中で ZEP だったからね、超ハードだったよね。すごかったね。エリザベートキャンプかと思った。みんな顔ビリーのままありがとう。盛り上げてるファンの皆さんも一緒に多分汗だくになった。そうだね。じゃあ、それさきちょんさんはどうですか。そうですね。何ちょっと去年去年のね、やっぱね、リベンジということでね、本当にめちゃめちゃ不安だったんですよね、今年。そう、そうだけど本当いい感じに綺麗にね、あのたくさんの方が来てくれたので良かったなって思う。コメントが薄い。なんかもうちょっとセンター楽曲のことかなんかいるのね。そうだね。発売になってね。そうですね。発売になって。昨日発売されました。皆さんゲットしてくれましたか？おお。一人10枚は買うようにお願いします。昨日も言ってたね。はい。でももう少しでちょっとあの SIR さん卒業メンバーもちょっといらっしゃるので、ね、ちょっとじゃあ柳瀬さんから。いやー、はい、昨日の ZEP で成仏しました。早いよ。でも実は今日のこの収録が実は最後の収録で、ペーパーアイドルの、あの来週ライブは出るんですけど、この収録時代が最後で、実はなんですけど、ここ2人がペーパーアイドル一番最初に始まった時に今いる SIR の中で唯一いた2人だったんですよ。初回からいたから、まあゆすちゃんももちろん一緒だったんだけど、なんかあ、これももう最後なんだなって気持ちになって、ちょっとしみじみとしちゃいますな。で、まあ、あのツアーファイナルもそんな気持ちでやらせていただいて、まあ、今まで、まあ、私が担ってたことを後輩たちが一つずつ一つずつ今やってる状態なので、なんか去年まではあーファイナル頑張んなきゃ、リーダーあれやらなきゃ、ここらだけやみたいな段取りすごい考えながらやってたのが、今年は後輩たちが全部やってくれてたので、自分は純粋に楽しめました。だから今までで一番楽しいツアーファイナルでしたね、本当に。
コメントが濃い。して2で終わるとちょうどいいぐらい。じゃあ最後にもう一個、キノタンさん。あ、私ですか、はい、いやでももう本当もう濃いこと言ったからもう全部でももう本当同じことなんですけど、はい、やっぱりツアーファイナルって毎年楽しいんですけど、うん、今年はやっぱり去年よりも今年の方が楽しいみたいな感じでもうどんどん毎年乗り越えられてるし、うん、まあでもね、もう最後のライブとか最後のツアーとかそういうことがもうこれからどんどん増えちゃうし、まあ AT のね、もうウータンとルコはねもうね今日がペーパーの収録最後だし、もう私とかもね、あとタマちゃんとかももうすぐねペーパーも最後になっちゃうし、もうね寂しいんだけど、あのこれからはあのオタクとして会いに来るので、そこにいるのはね、たまにだからここからスペシャルゲストですみたいなので出してください。絶対に入れません。なんでそっちからカンペ出してるかもしれない。相手めっちゃ出してる。昨日かわいいって言ってみたいな。いいそういいそう、かわいいってやるね。かわいいね、ちょっと本当にあのもう一人一人お聞きしたいところなんですけども、この時間はさやさん全国ツアーについてちょっと振り返ったということで、はい、この後はエンディングでーす。この番組はサンスポ PS リポート、ラックユーアイドルパスの提供でお送りしました。さあ早いものでペーパーアイドルエンディングのお時間となってしまいました。 SIR の皆さんからお知らせをお願いします。はい、あ、あれあれあるよ。なんとただいまですね、私のセンター楽曲絶対束縛彼女、そしてさきちょんの私のセンター楽曲初恋フィーバーが発売中です。何枚買えばいいんでしたっけ。2回目に行って10枚です。素晴らしいね。さあぜひゲットしてくださいね。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして、はい、1月の27日月曜日はですね、 SIR の定期公演新生 SIR 発表ライブが渋谷クラブエージャーにて行われます。9期生の発表がありますので皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、そして1月の29日は、新宿ホリデーにて、卒業ライブでございます。卒業メンバー、はーい、はい、私柳瀬、はい、そして太田、そして今日は今いないけど玉味がですね4人で合同卒業式となります。新メンバーも入って SIR 現体制でやってきた、14人でのラストのライブになりますので皆さんぜひとも遊びに来てください。はい、そして次の日1月30日は新宿ホリデーさんにて新メンバー公演があり、SIR 新メンバー公演があります。ぜひぜひ新メンバー公演も遊びに来てください。うん、はい、そしてこの番組は毎週公開収録でお届けしております。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のサテライトプラス広場にて行っております。ですが次回の公開収録は1月の21日の火曜日なのでお間違いなく、はい、そして出演は SIR のチーム ST、 そしてですね9期候補生も出るかもしれません。収録後にはライブもありますので皆さんぜひ文化放送に遊びに来てください。はい、そして番組では皆さんからのメールを大募集しています。番組へのご意見ご感想、 SIR ラクユアイドル編集部やゲストさんへの質問などなど何でもお待ちしております。アドレスはすべて小文字でペーパーアットマーク joqr.net です。そして来週の放送はラクユアイドル編集部がお届けします。皆さんお楽しみに。またこの番組は YouTube でアーカイブを公開しています。詳しくはペーパーアイドルの公式サイトをご確認ください。はい、あ、お送りしてまいりましたけれども、いや本当にね、なんか卒業するメンバー見てるこちゃん、るこちゃんどうでした。最後だけバイバーイ。
それだけじゃ、うん、あとは29日待ってます。あそうね、最後ですね。はい、本当にね、まあいろいろありましたけれども、まあ一応私たちこれがね、やっぱ先ほども何回も言ってますけれども、新年一発目のスーパーアイドルということで、まあここからもね、そうラック誘拐、そして SIL 界どんどんね盛り上げてまいりますので、2020年もよろしくお願いします。最後は私たち SIR のライブの模様をご覧いただきながらのお別れとなります。本日のお相手は私たちサンスポイドリポーター略して SIR の私たちラックユーアイドル編集部でした。バイバーイ。Cheerio.